はい、どうもこんにちは。サイガチャンネル委員長のサイガです。今日もバリバリ20をよろしくお願いします。そうしましたらですね、本日は、車両の入れ替えをしたので、その説明というかね、紹介していきたいと思います。はい、もう映ってますけどもね、前までは、ホンダのホーネット250と、あとはヤマハの R1G、250乗ってたんですけども、諸事情があってちょっと手放してしまったんですね。はい、約1年ほどのブランクがあって、またスクーターに乗ることになったんですが、はい、まあ仕事であったりとかのもね、こまごまとした移動であったりとか今非常に重宝してますね。はい、こちらはホンダの ADV160 となりますね。比較的軽いので、これ確か130キロくらいですかね、乾燥重量。はい、で、足つきも、まあ、自分体重もあるんで沈み込むんで、かかとまである程度べったりつくんですけども、はい、自分が今183センチの体重が96キロくらいですね。はい、で、もう納車の段階からある程度いろんなものつけてますね。純正のオプションとしてはまずはこちらですね、ブレーキガードですね。これあんまり意味なかったですね。はい、なんかね、桜の葉っぱというか桜の花びらの黒いバージョンみたいな感じでね、ちょこんと、ついてますけども、これあまり大きいガードにするとどうやらこれに接触するらしいんですね。はい、ウィンドウですね。はい、こちらのウィンドウギリいっぱいまで切るともうほとんど 1.5 センチ2センチあるかどうからしいので、で、この ADV160 ウィンドウスクリーンの方立てることができます。で、寝かすこともできます。今立ててます。で、この純正オプションのこのハンドルガードというかね、はい、ブレーキガード、こちらつけるとこれもう寝かすことができません。はい、なのでね、これはメーカーさんの失敗なんじゃないのかなってね、ちょっと思ったりもするんですけども、はい、まあ今のところ特に問題ないので、はい、で、正面から見た感じがね、ちょっと私影になっちゃうんですけどね、はい、もう夕暮れ時なのでね、はい、こんな顔つきになってます。はい、下からだとか下からというね、水平で見ていくとこんな感じの顔つきになってます。なんとなくね、生物的なね顔してますね。はい、まだ慣らしの段階ではありますけどもね、流しの段階でも十分パワーがあるんで、坂道発進であったりとかもね、難なくこなせるのかなと思います。はい、で、それ以外に純正の取り付けパーツとしてはナンバーですね。ナンバーの取り付け位置ちょっと変えてます。はい、泥除けを除去してますね。はい、こちらの方と、あとはここにねヘルメットを装着するための、はい、リングを追加してますね。あとは、こちらキャリア今ねつけてあります。このキャリアもオプションですね。これ純正だったのかな。はい、こういうものになります。で、なるべく多くの荷物を載せたかったので、自分は、最近はかっこいいねボックスなんかがあるみたいなんですけど、これです。じゃじゃん。はい、これ知ってる人はねパッと見るともう一発で分かっちゃうんですけども、おっと、ナンバーが見えちゃう。よいしょ、ナンバー見えちゃうんでね、あれですけどね。よいしょ、こちらの方、知る人ぞ知る、はい、スーパーカブ用のビジネスボックスって言ったかな。はい、そのビジネスボックスになりますね。はい、容量は、58リッター入ります。はいね、お値段の方は1万2000円くらいだったかな。はい、で、簡易的な鍵がついてますね。これ簡単に鍵が、はい、パッと、はい、よいしょ、ちょっと引っ掛けるような感じですね。はい、で、開けるとこんな感じ。はい、取り付け位置を横向きに取り付けてあるんで、こちらの ADV160 センタースタンドとサイドスタンドあるんですが、センタースタンドをかけた時に、かなりの勢いで閉まっちゃいます。はい、なんでね、何かしらストッパーは必要なのかなと思うんですが、最近慣れてきましたね。はい、容量は結構大きめなんですけども、よいし
下に取り付けの金具がもろに出てしまうんで、私あのクッション材ホームセンターで買ってきて、はい、それで、敷いております。よいしょ。はい、こんな感じ。色合い的にね、まあ車両自体がグレーっぽい色、まあ、グレーとも言いにくいですけどもね、はい、そこに連なってなのでね、まあそこまでおかしくないかなと思います。はい、思っているのは自分だけかもしれないですね。はい、車両オプションとしてはこのくらいになるのかな。追加、純正オプションとしては、それ以外に、あ、そう、リアのボックスを取り付けるにあたって、ハンドルのブレが出るんじゃないかと思いまして、リアの方に荷重が出るんで、こういうバイクってちっちゃくて軽いから意外に重量の変化に結構反応がいいイメージがあるんで、なんでちょっと重心が変わったり二欠とかしたりとかすると意外にフロントが浮くイメージがあるんで、まあこのボックス自体が多分 2,3 キロ行くか行かないか、そんなもんだと思います。 2,3 キロも行くのかな、持ったら相当軽いんで、はい、なのでね、まあググればすぐにこのビジネスボックス概要出てきますんで、はい、なので、ちょっと調べていただければパッと出てくると思います。で超軽いです。はい、もう走行中も、ちょっと安定感が乏しいのかな、少しバッタンバッタン言ってるような気がしますね。はい、でそのハンドルブレを少しでも抑えようと思ってこちらですね、はい、バーエンド、バーエンドの方はちょっと重めのものをつけてます。はい、とりあえずつけられる一番重いタイプのものをつけてます。はい、まあ比較的これのおかげかそんなに、今のところ荷物を乗せても気にならないかなって感じですね。はい、確かこのリアキャリア自体が10キロ20キロ、耐荷重限界があるので、なので、あんまりね乗せられないんですけど、自分のイメージここにね買い物カゴを乗せたかったんですけど、買い物カゴまではさすがにはちょっと無理かなって感じなので、はい、買い物袋っていうんですか、ショッピングバッグ、そういったものを何枚かね置いて必要な時にそれに入れてこの中にぶち込むような形になりますね。はい、で、こちらのシート下ですね、シート下の方には、一応スペースがあります。はい、さすがスクーター、はい、結構大容量ではあります。よいしょ。はい、一応ロックもかかりますね。はい、それなりにはスペースはあります。大きめという、ね、表現、を使っていいのかなと思います。はい、50cc のスクーターより圧倒的に、ね、スペースあるんですが、ただ問題があります。はい、私頭がでかいんで、ジェットヘルメットを常にとか通常は使ってるんですけども、ジェットヘルメットでも私のこの 3L サイズのジェットヘルメットの外棒では入りません。はい、もう何をどう頑張っても入りません。はい、なんで基本的には、ここにはちょっとした小物であったりとかね入れるような感じで、進んでおります。はい、ちなみに ETC とかもねお願いしてあるんですけども、納車までに間に合いませんでしたね。はい、そんな感じです。はい、もう裏がねシートの補強入っちゃってるんで、はい、なので、なんて言うんでしょうね、スペースがあるようで意外にないです。結構薄めじゃないと入らないですね。はい、よいしょ。今ねこれシートこれ、カバーつけてます。はい、ついこの間、気温が32度くらいの時に走行したらばもうお尻熱くて汗かいちゃったんで、メッシュシートですね、メッシュカバー、メッシュカバーの方を取り付けてます。はい、これどこだっけなメーカー忘れちゃいましたね。まあ簡単にカバッとかぶせるだけのやつなんで、はい、クッション性も何もないです。ただのメッシュです。はい、操作性はね、キーレスエントリーなので、よいしょ、押してひねって、でブレーキに行ってスイッチオンですね。はい、基本的には、それでエンジンがかかります。はい、よいしょ。ステップがね、意外に幅が狭い、これも結構先行して元ブロガーさんの方とかね言ってるんですけども、ちょっとステップの幅が
狭いかなっていうのがねちょっと感じます。はい、自分ちょっとねあのガタイがでかいのもあって、腰が走行中に腰が疲れた時にこの二血用の足置きですね、こちら使ってこの後ろに座ることがたまにあります。はい、変な話それでニーグリップちょっとできるんで、なんであのちょっとかっこ悪いんですけどそれでねちょっと乗ってたりもたまにします。はい、あくまでもそれはあの安全上考慮しながらですね。はい、はい、時計とあと外気温計今34度になってますね。はい、あとはトータルの走行距離であったりとか、あとはガソリン系、回転系なんかもね、あとスピードメーターがついています。はい、こちらの方に、画面をね操作するというキーがありますね。はい、これでいろいろちょこ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 動かして調整するみたいです。はい、はい、私どうしてもね狭くなっちゃうんで、はい、なので、あとはねライト周りですね、ライト周りこんな感じで Xはい、X って書いてありますね。はい、これは ADV の親玉の方のなんだっけ、 XADV のなんか名残というか、7班の名残ですかね。はい、ライトはそういう感じで、はい、子分ですよみたいなね、弟分ですよみたいな、そんな感じなのかもしれません。とりあえずこの 160cc は、250cc 以下のラインにくくられてしまうので、はい、なので、原付き2種ではありません。はい、中型になりますね。中型の区分になるので、はい、高速道路も走れます。高速道路はまだ行っていないんですが、過去に、あれなんだっけな、川崎から出ていたスズキの OEM の、スズキの確かバーグマン、川崎の名前はちょっと違うんですけど、バーグマンの150だか、それ持ってたんで、高速道路走ってたこともあるんですが、まあなんて言うでしょうね、他の車に迷惑にならない程度には流すことができますね。はい、ただ、自分が先頭に立って、みんなを引っ張っていくぞみたいな走りはできなかった印象があるんで、これもおそらくはそうだと思いますね。気に入っていただけましたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではバイバイ。